そうそう、あとはそのままの速さでかき混ぜれば出来上がるよ。なるほど、釜の中の材料をわざわざ崩す必要はなかったのですね。うん、それをすると材料の質が下がっちゃうの。時間はかかりますが、この方法ならば材料を炒めることなく作ることができますね。とても参考になりました。ありがとうございます。うん、でもプラフトの錬金術ってちょっと変わってるかも。多分錬金術を始めるきっかけになった書物があまりいいものではなかったのかもしれません。書物？はい、私の錬金術に関する基礎的な知識は一冊の古い本でしたので。誰にも教わらなかったの？私の故郷の村に錬金術師はいなかったので。だからその本の知識を応用しながら実験を繰り返すしかなかったんです。それだけでこんなにできるようになったんだね。はい、それ以外に方法がなかったので。私なんて錬金術の本だけじゃなくて、おばあちゃんのレシピまであったのに。なんかちょっと悔しいな。私ももっともっと頑張ろう。はい、補充したよ。よう、お二人さん、ちょっといいか？どうしました？改まって。いやよ、お前らとも結構長い付き合いになったし、俺様直伝の超絶戦闘技法を教えてやろうかと思ってよ。本当？オリアスさんに教えてもらったら百人力だよ。おうよ、絶対絶対に役に立つはずだぜ。って感じさ。それは結局自分で頑張れということでは？いやいや、コツが分かるだけで強くなる近道になるだろう。なあソフィー。確かにそうだね。前にも同じようなことをしたのは黙っておこう。まあやるだけやってみましょう。What?